おはようございます。おはようございます。今日は雨ですけど、はい、ちょっとメモ持ってきた。メモ、はい、3つあるから。3つ、ちょっとあの雨降ってるんで中入ってないですか。今日はですね、ここの中では第6回秋の大収穫祭というのがですね、はい、ありまして、山野草と盆栽大即売会というのが、ね、あります。昨日から9月の22日からやってます。めっちゃカンペ見て、はい、で今日から9月の23日からは東京支部店第47回目ですかね、はい、のやつと、関東の大倉市というのがあの馬小屋の方で、はい、やってます。それはですね、Qさんと、はい、やってきました。やってきました。じゃあ行ってみましょう。昨日からやってるんですよね。結構まだ残ってますね。これはお客さんの、これ岩倉って書いてあるでしょ。取りに気になってた、いろいろね。天成本月だ。このまま実がちっちゃいのがなるんですよ。はい、かわいい。下草につけて使うといいですよね。毎年種まくのかな。おはようございます。おはようございます、はい、昨日からですが、どうでしょうか。そうです。昨日はね、平日で催しっていうか展示会もやってなかったんですけど、はい、やっぱ好きな人駆けつけまして、はい、9時開店と同時に、はい、はい、お客さん結構いらっしゃいましたけどね。どんなものが今回人気でしょうか。やっぱり苗木、苗木500円コーナーから1000円コーナーまでの、今年暑くて鉢上げができてないんですよ。だから持ち込んじゃってるのが多くて、例えばこれなんかもね、ちょっと曲げて鉢に入れたら1000円では安いと。安いですね。何年も経ってますし、ね、小ならなんかもちに種まいたのだって、ほらこんな曲がってってさ、鉢合わせすればね、いいと思うし、あとやっぱりこれですよ。これこれ、 あの今咲いてないか、この間写した、はい、サルスベリー、姫サルスベリー、うん、あの500円のコーナーにバーッとあったんですけど、売り切れたんで今日また持ってきました。これでしょ。あとこの辺なんかのモミジも結構鉢入れたらいいんじゃないかと、うん、葉っぱがね、ここ1週間ぐらいで、はいはい、はい、あの汚くなっちゃったんで、あかねとか持ってこれなかった。山しかね、音、あとはまあ出来上がってるのポツ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 と。それは姫イタビ、イタビ、姫イタビ、それがかっこよくなると鉢に入ってるのがあるはず、どっかに。あ、上の段、これ、うん、これね、掃除してそういう形にしてくるんですよ。かわいい。もっとちっちゃい鉢に入れた方がいい。うん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 、ちょっとこう伸ばして、つる伸びてくるんですよね。そうです、通常ですね。かわいい、うん、ね、山野草、展示用の山野草が結構昨日出ちゃいましたね。このくらい の、はい、あの例えばほら、これススキでしょ、うん、うん、でね、黄金下とか見せ場屋の石突きがいっぱいあったんだけど、なくなっちゃった。展示できるやつ、うん、そう、すぐ展示できる草が買う人はほら、なかなかね、ないですもんね、うん、あの10個ぐらい買っちゃう人がいるから、こうやってね、なくなっちゃう。ちょっと鉢替えたら飾れそうな木が結構安くなってます。だから本当はそれを鉢上げする予定だったんだけど、間に合わずに、あの34度が続いてたでしょ。で一回始めたらね、一本腐ったの、暑さで濡れて、なんでストップかけてて、でそしたらもう忙しくなっちゃって、催しの準備で、結局ね、うん、まあでも秋にあの軽くならね、うん、ここまでほら鉢が小さくなってるので、うん、この鉢からこのくらいの大きさの鉢に植えるんだったら、うん、多少ね、切っても平気です。こんな大きいとこからやるわけじゃないから。あと紫式部がだいぶ人気あって、ミヌマのやつですか。そうです、そうです、ミヌマ小紫、この辺が、うん、実ついてるのここにあったんだけど全部なくなっちゃって、新しく持ってきました。でもこんだけ、はい、一応ね、まだ色ついてないから、実はついてるんですけどまだ全然色ついてないでしょ。それで下枝があって、例えばこんなの、これ実ついてるんだけどここで切っちゃうわけさ、うん、
で上刺すでしょ。そうするとこれ全部花芽なんでこんなんで実がバッとつくというこういうのを選んで持ってきます。あの辺あのほら種木欲しい人でっかいのありますね。よくなってます。挿し木して増やして増やすのもできるし、うん、知恵さんがこの前買ってました。でっかいの増やすぞ。自分増やすならこっちの方がいいですね。そうですね、この辺で切ってここでもしかしたら使えるかもやし、うん、枝分かれのところで刺してこの辺ですね。これ短くてね、実がなるから小紫やから実もよくつくんですよね。いいね。ミネアズマのタップも5個ぐらい場所のいいのがいっぱい、ね。そうか、うちのお客さんあんまり見たおざっぽい木ではないですね、確かに。いやでもすごいな、これはね、こんなちっちゃい鉢入れれば展示できます、すぐ、うん、はい、すごくいい木だ。ぼーっとしてた。はい、どうもおはようございます。はい、ここもうちの棚なんですけど、はい、隣ですね。まあ、そうですね。で、鉢は毎回のことをいっぱいあってですね、まあ、500円コーナーといろいろと1000円とか、まあ、札ついてるんでね、わかりやすいと思いますね。あと、はい、あとこっちは食ですね。うちにある、まあ、在庫処分って言ってもあれですけど、もういっぱいあるやつですよね。で、もともとはセットであったりとかしたやつなんですけど、なんか多分そうバラバラになっちゃってっていうやつをちょっと安く500円とか300円で出してますね。あ、タイガさんの始まり。あ、はい。九三ラッカーないですけど。九三ラッカーない。かわいい。はい。こんな感じですね、ここはね。止水鉢は？止水鉢は、今回あんまり、あのね、業者の人が取っちゃってるんで、大量に。ないんですよ。だからポツポツある。このデーモノとか、止水さん。あ、そうなの？あ、そうか。これとか。これ。これ。かわいい。口が。あ、かわいい。ね、こういうのも、うん。何個かしかないですよね、止水さん。人気ですよ。人気ですよ。うん。すごい量作るけど、やっぱり吐きる量もすごいわけね。ね、なくなりますよね。朝なんか5時ぐらいからもう作ってるって。朝方なんですよ。早朝。おなじみ、宝海さん。長野の宝海さん。ね。いつも赤松を買わせていただいてます。あ、そうか。こっちですね。はい。素材の高と。安い。そうなんですよ。かなり美味しそうだし、面白くなりそうな素材、めっちゃ安い。長寿貝とか、これ作ってありますね。これ何ですか？これ多分、鶴梅もどきかな。あ、鶴梅もどきですね。面白い。太くて、持ち込みのありそうな木がいっぱいありますね。はい、全部もある。ミニだね。なんか実がいっぱいできてます。うん。あ、あと動かしてもらってもいいですか？うん、ちっちゃい。ベニオトメかな、っていうんですか。ちっちゃめの実がなるやつで、この石だ。これも多分鉢もっと締められるから、確かに。商品で飾ってもいけそうな素材。ね、お手頃です。お手頃。お手頃ですね。これってこれだけ持ってて、来年も実できるんですか？できますよ。姫リンゴ割とそんなに樹勢落ちないので毎年花咲くし、あの三日月の調整は必要だと思うんですけど、うん、毎年見られる感じ。肥料をあげてなんか花咲いてますけど。本当だ。作業中すいません。はい、どうも。おはようございます。おはようございます。お世話になります。ちょっといいですか？はい、たくさんありますけど、うん、ちょっと葉椒がちょっとあんまり見かけないものが。そう、これはね、多分山の木だと思うんですけど、まあ、実がついてるんで、いわゆるメスギって言っている花椒、あ、オスですね。オスの木で、うん、花、これ花粉が飛ぶんですよ。はい、あの杉と一緒で、はい、だからこれで春、わーっとこう出ますよね。だからこれが出ると、葉先がこう綺麗にこう揃ってこないんですよ。だからもう嫌がるんですよ。あ、なるほど。葉椒はこれとこれも一緒なんですけど、あ、本当ですね、これみんな取り木なんですよ。昔の山の木の取り木したものを持ち込んできてるんだけど、うん、取り木した当時は出てなかったらしいんですよ。なるほど。でそれが結局今になってこういう花がつくようになっちゃって、ちょっとこれ継ぎ直した方がいいかな。木自体は
やっぱり、取り木したんで、山の木の味があるんで、そういう木は面白いんだけど、ちょっと端をね。山の木ならではですよね、でも。そうなんですよ。この辺のね、味わいなんかは。そうですね。だから大きな木の部分的に取ったらしいんですけど。多分こっちの方がね、正面で、こちらで見た方が、手前のシャリと、この辺のシャリが面白いです。まあ、こっち下枝にして、まあ、どういうふうに作るかですけどね。まあ、ここを見せるんだったら逆にこれ家取っちゃって。あ、なるほど。あそこ見せて。ここまで。で、ここでここの位置と、これの頭で。あ、なるほどね。うまくしたかな。ああ、よく見えて。そうやっても面白いかなっていう気がしますね。やっぱりポットで太くて古そうな木が結構たくさん置いてあるなっていう印象なんですけど、ああそうですね、これもやっぱり愛好家さんの、うん、そうです、これもそうですね。ただこの人は割と指揮をしてもう2年目くらいの苗に足元にこう曲付けをして、ここそれでもう一回プランターにこう入れちゃうんですよ。で上をこう伸ばすと根が太りますよね。あそうやって2年くらい置いてからまたもう一回切り込みして枝を作るっていう感じです。だから年数的にはそんなに経ってないです。だからこれでこの鉢入れて2年くらいですかね。あそうなんですね。2年か3年でプランターで2年で挿し木で2年だから 2、4、6年くらいですかね。これでこんなになるんですか。だから割と作りは早いですね。へぇ、値上がり風のこういう作りをやってる人ですね。2月もいたんだけど、みんな持って買っちゃってた。へぇー、だいぶ1匹200円ですからね。こっちに高級なのに1匹。身内いなくなっちゃったらみんな持ってきちゃった。こっちにもいた。子供がみんな食べちゃうからな。そうそう、がいっぱいいるわけ。分けないと、分けないとどんどん共食いしちゃう。かわいい。だからどんどん桶が増えちゃう。あ、ここも全部そう、大野さんの。そうそう、本当だ。黄色い札だから。そうですね、黄色い札は大野さん、ね、これもね、今回紹介した。これもね、こうやってね、サラダテントグレンとこうやって、ね、匂いが、ね、匂いが、匂いがすごい匂い。あ、ほんとだ。匂い発火？匂い発火。発火の匂いに近いのかも。匂い発火。一切レモン。レモン？レモンの一切消化。それでね、500円で買って、まあ、ちょっと曲げられるから。レモンはできるんですか、これ？これ、なんか見たことあるな。大野さんのところって一切消のなんかやつとか品種物とかあるから、こういう苗木買って自分なりに作るっていう楽しみがありますよね。サイヤソウの中越植物園、中越植物園さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おすすめのやつとかあります？そうですね、今年ちょっと夏が非常に暑かったんで、花がちょっと時期がずれちゃってて、いつも咲いてるものがまだ咲いてなかったりっていうのがあるんですけど、やっぱりこれからだと存在感があるのがこの水腐葉とかですね。これまだつぼみで開いてないんですけど。腐葉？はい、水腐葉。あ、これ、はい、でっかい花が咲いて、朝白くて夕方にピンクに染まっていくっていう花で、これが有名で、花も綺麗で人気ありますね。1日の中で花の色が変わる。そうです、面白い、はい、どのぐらい持つんですか、花は。花は1日で終わっちゃいますね。1日で咲いてしぼんで終わるっていう。じゃこれ一番いい時期ですね、つぼみで。そうですね、まあ、逆に咲いてないんでこれからまだたっぷり楽しめる。なるほど。とこがあとは、まあ、個人的には桜立てとか地味というか地味なんですけど、こういう野草で桜タデですね。これがつぼみなんですけど、これも個人的には結構好きだな。野草の愛好家さんですね、はい。見頃はいつなんですか？まあ、ちょうどこれからですね、10月くらい、ね、花が咲いて、はい、草丈が少し、まあ、やや大きめの草ですけど、はいはい、買われる愛好家さんは自分にされたりされるんですか？これは鉢植えで寄せ植えに使ったりしますね。地植えにすると結構広がっちゃって大きくなるので、1メートルとかになるんで、それはそれで綺麗なんですけど、よく寄せ植えにしたり、
何かに染めたりっていう姿もしますね、うん、あとこれからまあいろいろありますけど今咲いてるのは藤若葉とか、あ、藤若葉、はい、そういったのがやっぱ定番で、まあ、イワシャジンなんかやっぱり定番で、岩？イワシャジンっていうこういう、まあ、秋の定番みたいな山野草ですね。山野草の中ではよくこの時期によく販売されているもので非常に綺麗なので人気があります。ただちょっと暑さに弱いので綺麗に作るのがちょっと難しいんですけど、涼しいところで生産してあの花が咲いてる今頃にこう販売するっていう感じですね。白花もあったりして、これもなんか盆栽に使う飾りみたいなのができるんですか？小さくできますね。できます。小型のタイプとかもあるので。なるほど、はい、ただちょっとやっぱり栽培が難しいので、はい、平地の暑いところだと今頃葉っぱがちょっと傷んじゃったりするので、その辺をうまく作らないといけないので、逆にそういったところが山野草好きな人にとっては魅力的で、あのどこの山に生えてるどういうタイプみたいな、そういう産地指定で欲しがったりする人も結構いらっしゃいます、ね、なるほど。とにかく種類が、うん、中もですもんね。中もそうです、はい、中にもそういう日陰の植物がたくさん置いてあります。面白いの見たんですよね、ヒイラギの値上がりのやつ、うん、ああそうですね。これいいですね。なんか県外値上がり県外風にして普通はこれなんですよね。これが普通の姿で、うん、それをこう曲げて値上がりに仕立てたのがこっちです、ね、はい、面白い。これいいな。プレイオープンか、なんか昨日来られた友達、私の友達が噂してて面白いのあったよって。なかなかこういう風に作らないから、ね、面白いですね。松なんかはこうやりますけど、雑木でこういうのやるのってあんまり少ないですよね。そうですね。できるんですね、こんな感じで。だから落ちがやっぱりかなり出るので、なかなかあの難しいみたいですけど。購入と。購入です、ね。この赤松めちゃくちゃ入ってるんですよ、さっき見させてもらった。これ未生で、こんだけの量が入ってるんだ。もう一本ずつばらしたら大変なことになる、大変なことになりますよ。これいいですよね。これいいですね。とんでもない量入ってる、たくさん作れる。分けないとでもいずれ減ってきますよね。このままだとこのくらいに伸びる頃にちょっと3分の2くらいに入って、あとほったらかしだともうなかなか伸びないまま止まっちゃったりする感じですね。この数を残したいなら鉢植え替えた方がいいですね。そうですね、はい、ちょっとばらした方がいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。かわいいし、ちっちゃ、500円じゃない、安すぎるな、安すぎる、安すぎますよね、安すぎる、手作りですよね、これ、うん、天ぷら市、まだオープン、あと5分ぐらいでオープン、はい、始まるの、面白い、これ何これ何か、すごい、こういうの、どう使うんですか、ここにキウイ、いいっすね、面白い、こういうのもいいな、面白いな、ね、うん、いいじゃん、はい、うん、そうですね、うん、一応そういう価値だと思います。うん、なんか使えそうだね、テラリウムとかにも使えそう。この手のやつ持ってるな。すみません、置いてやってるんだ。じゃあなんか水はけの工夫も ね、されてて、盆栽小鉢作家さんの新人さんです。新人さんです。こんにちは。こんにちは。さっきね、ちょっと見せてもらったんですけど、はい、めちゃくちゃ面白い鉢いっぱいあって、あ、ありがとうございます。豆サイズ、ひょっとして Q さんですか？あ、盆栽 Q です。すみません、私はお手伝いです。いつもはあの YouTube で拝見させていただいて、 ありがとうございます。面白いし、安いですね。安いですね。ちょっと、多分もうオープンですよね。ちょっと1個買わせてもらおうかな、はい、いいんですよね。あ、どうぞ。もう大丈夫。これが面白いなって言ってた。それいいですよね、うん、
こういうのもいいな。どうしようかな。いいですね。あんまり買い占めたら少しわかりいけないから。これは何ですか？何をあしらってるんですか？これはね、ブドウとか一秒を意識したんですよ。あ、ブドウ、かわいい。この辺のはちょっとこうアンティークをイメージしてちょっと作ったやつ。ちょっと古っぽく見えるでしょ。これがいいかな。いいですね。しようかな。結構 SNS でも発信されてますけど、はい、毎日鉢作りされてますね。そう、でも遅いんですよ、作るのが。自分で掘ってますもんね。全部自分でやってるんで。リキはどのくらいやってるんですか？鉢作りはどのくらいやってるんですか？まだ5年ぐらいかな。前ほら、花機械で、はいはい、原さんと話してた時に行ってこういうふうにやるの教えてもらったらつんで行って、あ、原さんのところで、そうそうそう、それがきっかけで5年目ここまで。作り方見せて、僕動画撮ったじゃないですか。はいはい、一緒です、一緒です。あれ見て真似できると思わなかった。さすがです。さすがです。すごいです。でもいいな、一個一個がなんか工夫があって同じもの作れないんですよ。す、作っててどんどん変わってっちゃう。2つ買っても大丈夫ですか？あ、全然いいです。これも可愛い。これもね、本当はこの色なんですよ。それに違う色を吹き付けて色をちょっと明暗を出したやつ。これはね、3度焼いてる。そうなんですか。普通2度じゃないですか。はい、3回焼いてるんです。この赤は新車、新車ですね。うん、最初絵の具で絵の具で模様をつけて、はい、で、本焼き終わりじゃないですか、はい、その上からも今度さらにまた貫入整理っていう釉薬かけてやったのがブルーっぽい色が出てる、手間もちょっとかかるんで。手間かかってますね、うん、そんな。それの2個目以上は作ってないんですよね。来てますか？気がつかないです。あ、いいの。これにしようかな。これを買おうかな。珍しいですもんね。じゃあお会計お願いします。はい、これはゴンクライチさんの植物の、うん、お手頃。お手頃？200円とか。ポットで200円。はい。これは嬉しいですね。欲しいんだもんね。800円。はい。ちょっと出してるんです。あ、はい、お店の人に怒られちゃう。趣味なの。心拍はいろいろ、これとこれもまた違うもの出すし、フィルムもありますね。そうです、うん、あ、じゃあ前ネットで見たのは心拍いろいろあるのかな。一応豆、はい、はい、まだ何も起きたばっかりで何とも。おはようございます。一応僕は向こう側辺に出してますので、あっちですね。あっちですね。先ほど撮らせてもらいました。はい、ありがとうございます。他にもまあいろんなものありますんで。めっちゃ面白そうなんですよ。これ面白いね。竜がなんか乗ってたり、想像力見てください。これ戦隊ものですよ。戦隊ものですね。5人分になってるのプラス2人ついてますね。なんだろう、腹黒親父とゼブラコナラ。なるほどね。世界観。いや、面白いわ。この木はみんな100円ですね。プラス3。全部100円。匂い嗅いだの匂いがしますね。しますね。100円、200円もある。100円か200円。いろいろありますね。これあれかな、白樺か。白樺、白樺、300円。後ろくなるんですか？まだ持ってきた。豆用のもあります。ちっちゃいのもあるんですか？長寿梅。なんていう気持ちになりますよね、うん、あ、これも8枚ですね。これね、これすごいですよ。 3D プリンターの8枚。あ、なんのかな、違うのかな、
これは、あ、でも違うのか。メッシュ鉢。サボテン観葉植物の、これから切る。これ水はどうなんだろう。あ、これ、あれだよ、もともと大塚さんのですか。はいはい。これ、名前もわかりました。3D プリンターか何かですか。そうです、そうです。で、もう直接土入れちゃうんですか。こんな感じで。ああ、なるほど。それがそうかない。こうやって、土で。やっぱり、ね、高さがあるから、やっぱり通気性とかもいいので、耐水性もいいので、これが見つけます。バルバリオ、あれと同じ効果があるのなんですけど。ズマさんも走ってたのかな。これ僕の手作りです。みんな走ってくるの。これはあのもう一人の皆さん、そこにいるボンさん。盆栽環境研究会で釜を持ってて、ワンちゃんとかも出してもらって、そこで焼いてるんですね。ここにね、ちょっと待ってください。並びきれなくて、ここにね、今ドワーってなってる。これとかも入ったの。これ、これ一夜さん好きじゃない。好きじゃない。まあまあ、美味しいドーナツ焼けそうでいいと思います。いいでしょ、はい、膨らみそうな。そうそう、膨らみそうな。私この前購入した9歳の鉢で展示してます。あ、そうなんですか。見たい見たい。あ、じゃあぜひぜひちょっと。あ、これ。あ、ほんとさ、9って書いてある。嬉しい嬉しい。こっちの鉢の方がいいですね。でもかっこいいですね。嬉しいです。ぴったりね、この球がちゃんと見えるっていうのが嬉しい。そうなんですよ、うん、見えるように植えてみました、はい、ありがとうございます。はい、と本日は日本商品盆栽協会東京支部の展示会です。豆盆栽が多いんですけどね、はい、で私も東京支部40年以上入ってますか。はい、で大野さんの展示です。はい、アクシデントがあって本当は一式の心拍を飾る予定だったんですが、うん、3日前に石ごと落っことしまして、ね、その心拍が取れちゃった。確か、はいはいはい、で急遽杉なんですけど、うん、杉ねちょっと伸びてたんですよ。展示するつもりじゃなかったんで、でつまんだんでちょっとだけつまんだところが茶色くなっちゃった。あらら。もっと早くにつまんどけば、うん、茶色いのは消えるんですよ。あの新芽が伸びるから。ちょっと残念だけど、うん、でもこの飾り気に入ってます。はいはい、この杉板の上に杉で、その横のはあの爪レンゲですね、石付きのね、はい、でこれがいい。こっち、はい、青つづら藤でまだ色が変わってないんですけど、鉢はあの高子鉢。高子さんの鉢。はい、高子鉢ですね。もうぴったりあったなと思って、うん、これはね多分ね寝癖で自分でポットに寝癖したやつ、うん、多分3、4年ぐらい前に、はい、ポットに入れといて、で今年鉢が出したんですけど、うん、私は割とさっぱりしたの好きなので、うん、これが原志水さん。原さんはね、この入れ物ごと作っちゃうからね。すごいです。そうですよ、ここに志水って書いてあるんですよね。原さんです。掛け軸も作っちゃうんです。すごいやな。魚竜っていう木で、うん、あの河原 の, あの崖のとこなんかに生えてるんですけど、はいはい、魚竜は本当は下に下がってない、上にこう炎のように立ち上がるんですよ。ところがそれだとあの魚竜の竜は柳なので、はいはい、これはわざと曲げてあるんですよ。へえ、そういう作りにしてお化け出てきそうなね、うん、感じのなんだ、あれは柳ですか、うん、お化けの、うん、そうそう柳、いいと思います。あの船も、うんね、川、夜の川って感じ、うん、お床の間に飾ってるのをこう引いてみるから、なんか飾ってるの飾ってるっていうね、不思議な感覚ですよね。そうですね。他はもう映せないですもんね。はい、で展示はまだまだ他にもいろいろあるので、また次回ね、あるときはぜひ。結構広くやってます。斉藤です。斉藤です。大学の飾りです。はい、展示です。珍しいですよね、見ないですよね、あんまり。自分のってことですか。はい、自分は今回は初めてです。あ、初？はい、恥ずかしながら、はい、東京支部に入ったのも去
去年かな、1年経ってるか経ってないかぐらいだって初めての展示なんですけど、まあ奥が山の風景ですよね、山の崖の風景で、これは赤松ですよね、はい、が出てて、ここに黄金石田があると、うん、でここは中腹ですよね、中腹、うん、これは紅下がありまして、ここにこれがすごくいいんですよ、ここはスズムシ、ここはスズムシですね、本当に地のところで、ススキが生えてて、これが、ヘビイチゴ、屋久島のヘビイチゴで、でこれがそうスズムシ、これ原さんから借りたやつです、はあはあ、ここはだから近い風景、中腹、奥の山の景色を表してるっていう、表してる、8展示にしてはまあ良かったなとは、そうですか、思いますね、はい、自分のは原さんから借りたね、これがねすごくいいですよね、聞いてますよね、これでちょっと完成されたかなと思います、また期待してます、はい、ございます、はい、お疲れ様です、お疲れ様です、ということで今日は東京商品フェス、フェスティバルと、はい、山野草のお祭りと、コラボ初めてかな、そうですね、ボンクライチと同時開催ということで遊びに行ってきました。放送はもう終わってからですかね、はい、1週間後にやってるんで、はい、毎年こういうことをやってますので、はい、結構、まあ、グリーンクラブでこういうイベント何回もやってるので、うん、まあ、興味のある方は遊びに来てください、遊びに来てください、はいはい、お疲れ様でした、はい、ありがとうございました。Thank you.